こんばんは。ご視聴ありがとう。到底ありがとう。アイヌミーありがとう。ハートありがとう。星の結晶ありがとう。そしてね、雪の結晶。ありがとう。ありがとう。うん。ちょっとミンティアを。何これ、スノードーム？初めて見た。すごい、クリスマスギフトは可愛いね。雪の結晶も可愛いし。そしてありがとう。ハートありがとう。ハートありがとう。こんばんは。わあ、かわいいね。やっぱり、くまちゃんありがとう。雪の結晶ありがとう。くまちゃんありがとう。こんばんは。やはり、冬はいいですね。雪だるまもかわいいね。I love you ってこれも冬のギフト？かわいいね。こんばんは。かわいい。やっぱ冬はいいですね。クリスマスがいいですね。くまちゃんありがとね。雪の結晶ありがとう。フォローありがとうございます。黒色、今日はレッスン着ですね。これはそのまんま。何このくまちゃんも初めて見たんだけど。 I love you ありがとうね。何このクマちゃん、かわいい。水色のクマちゃん、ありがとう。ありがとう、雪の結晶も。I love you も、ありがとう。I love you。ラブレター、あ、クリスマスだから、ラブレターってこと？ハートありがとう。ラブレターありがとう。雪だるまありがとう。だるまありがとう。雪ありがとうございます、雪の結晶。こんにちは、のなん。もう I love you のお手紙ありがとう。ハートありがとう。こんばんは。今日はね、レッスンでしたよ。ハートありがとう。雪の消しありがとう。さっきまでさあ眠くてあー、今8時だからね、ちょうどいいですよね。雪の消しありがとうね。やばいです、杉の子いないですよ。お昼寝してて。そう、こんばんは。本当はさ、ブログ上がってからさ、あ、ショールームアワードなんだ。そうなんだ。夜ご飯食べてない。12期加入くじサイン入りチェキ見ました。おめでとう。ハートありがとう。めっちゃ可愛い。ありがとうね。二度目の方も、画像もありがとうね。こんばんは。初見さん、ありがとうございます。やばいです、杉野先輩もいません。ブログはもう送ってますよ。もうマネージャーさんに送ってるんですけど。こんばんは。雪の結晶ありがとう。こんばんは。もう送ってるけど、まだ上がんないですね。いやー、ブログ上がるかなって思って、8時くらいに始めようって思って始めたんですけど、あんまりあれでした。サインね、みんな見たことないもんね、花のサイン。あ、どうもありがとう。二度目の方もありがとう。I love you ありがとうね。こんばんは。D 賞が6個。結構。待ってます。何よ、サインを。一番派手、一番派手なんです。なんかそんな別にみんな派手じゃないよ。こんばんは。忘れてると思った。ブログのスタッフ、それだってあれじゃないですか、なんか。入るんじゃないですか。こんばんは。30連戦最高が D 賞。あらら。でもまあ、当たり。キュンキュンラブリー。くしゃみでそう。せいはもう決まってます。派手系ではないね。そうだね。まあ、いつも同じ格好で行ってる。ヨガラとかいないないない。こんばんは。12期くじ、はなちゃん出ないんだね。確かに原さんの生誕くじもありますね。
あ、ゆきのけちゃんありがとう。こんにちは、なん、こんばんは。そう、トナカイ写真も今売ってるのでぜひ。いやー、私あんな、あの衣装になると思ってなかったんですけど、鼻がさ、本当にさ、詰まってる。どうしよう、ね、花粉じゃないけどさ。キュンキュンラブリー、落ち着いて見える。そうだね、なんか花ってさ、なんか何人かとの配信をしてみて分かったんだけどさ、一人の配信の方が喋るね。こんばんは。ジュニーク生くじまだしてない、ぜひしてください。生誕くじ出るだろうから、確かに。いや、あれですね、楽しみですね。着てみたい衣装、何でも着させていただけるのであれば。雪の化粧ありがとうございます。今日も可愛い、ありがとう初見さん。メールの答え、ああ。ファンと別にそうになってた花の方。可愛い、ありがとうね、ハゾンもありがとうね。メールの答えはココハンだね。ココハンが私のあの写真を撮ってた。そうそうそう、30連した。そうなんだ、花さんこんばんは。そうそうそう、大人数喋ってるとなんか喋るタイミングがつかめないんだよね。うん、そうそう、なんかみんなが喋ってる、みんなが別々のところで喋ってるのが耳に入ってきてるじゃん。そうなると花が喋るタイミングが分かんなくなっちゃって、なんかおおおおってそう、花の携帯で勝手に撮られてたよ、ご飯には。写真、雪の化粧ありがとう。うん、そうそうそう、大勢だとね難しいですね。ハートありがとう、ハートありがとう。ジニキクジの告知動画今日撮ったよね、誰が喋ってるのか分かんない、確かにね。でも難しいんだよね、やっぱり。あの、いや、なんかみんな、ね、聞いてるのも楽しいしね。完全に借りてきた猫じゃん。こういうの MC 頑張って、頑張るやるのかな、分からないけど。そう、え、多分そう、大人数の場がさ、別にあのあれなんだよ、いいんだ、いいっていうか楽しいんだけど、自分が喋るタイプではなくなるかもね。ありがとう、 I love you。 そう、仮猫ですね。 I love you、 ありがとう。かきれなはね、声が通るからね。うんうんうん、聞き上手って言ってくれるの優しいね。カツオもありがとう、優しい優しい。今日もありがとう。なんかさ、あの場で歌ってもいいのかなとも思っちゃうんだけど、まあ、歌ってって言われたら歌っちゃいますね。そうだね、なんか別に2人とかになったら喋れるんだけど、2人なら話せる。 4,5 人だとこうなっちゃうね。だからまだご飯食べててよかったよ。そう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 、そう、会話に割り込むのが下手なの。そう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 、わちゃわちゃして配信見て楽しいですか。ほんと、こんにちは、なん、ハナも気分的にはすごく楽しい。ね、あそこでカラオケすごいね。みやびちゃんの配信私今日見てないな。みんな違ってみんないいですね。そうだね、そうだね、ね、写真ね、ハートありがとう。すごい、サンリオの育成ゲームからすごい来る通知が。井上の方もありがとう、初思うのかもありがとうね、いっぱい。え、みやびちゃんツインテール知ってたの。クリスマスボッチになりそうなの、花と一緒に過ごす。見てサンタ。これ去年使ったやつ。うんうんうん、なんか育成ゲームっていうか、サンリオのなんか自分のお家作るよみたいなやつだよ。なんか花がめっちゃ最近ハマってるやつがあるんだって。そう、最近めっちゃハマってて、なんか自分のアバターをね、
バブミすごかったんだ、みやびちゃん。はあ、なんとギューってする。中華、あ、ね、私もそこ行ったことあるよ。でも行かな、あの中華ショップには入ってないけど、あの行列は見たことある。サンリオ好きだけど、うん、今日の昼間はかけるな一人の部屋で配信って、どうしよう。うん、あのもう本当に今日なんか告知動画あったじゃん、告知動画、告知動画撮って、であの撮影者がココハンなの、あれで、ココハンも言ったんだけど、ココハンはなんか映りたくないみたいな感じだったから、まあ、撮ってくれてたんだって。でそれでかけねの配信するって言ってたけど、なんかさやちゃんと配信するって言ってたんだけど、しなかったのか。さやちゃん、ゆやちゃんの動画、うん、大きい声では話してないよ。こんばんは、グランパス見てきたんだ。あ、星ありがとう、星じゃない、雪の化粧ありがとう、優しく包み込まないけど、ありがとうね、いや優しく言ってくれて、あとありがとう。ピューロランド行ったことない。そう、ココハちゃんが、ココハが撮影してくれたの。さやちゃん配信できるようになった、どういうこと、どういうこと、さやちゃん配信できないの。なんかさやちゃんとするって言ってたから、ああそうなんだって言って、さやちゃんがしてくれる、なんか誰もしえへんって言われて、ああちょっとほな帰ろうかなって言って、みんなも帰ろうかなみたいな。何の告知動画、あ、9時です、9時、9時、みやびちゃんと一緒に配信したいね。こんばんは、さやちゃん映りたくなくて一人でご飯、そうなんだ、映るの嫌がってたんだ、思いっきりカメラ、なんかカメラこうやって向けられてて、こうやって撮られてて、え？みたいな感じ。ギフィッさやさん忙しいんだね。そうなんだ、くじはさっき 見た。あー、花ギュッてしてほしい。何？みやびちゃんそんなこと言ってたの？そう、間に合ったね。いや、みやびちゃん大人っぽいって言っているのはまだ本性を知らないですね。ドキュメント映像 YouTube、 確かに、でもまあ特別感あるからね。フォローありがとう。カメラ高いところから撮ってるなと思った。あ、そうそう、なんかめっちゃでアップにされてて、でだ、あれは気づき始めの頃、わかる？気づき始めて、え？みたいになってた。みやびちゃん食べれないのないんだ。でも確かに、なんか一緒にご飯行こうよみたいな話をしてた時に、何でも食べれるよみたいな感じだった。うん？ギュッとした人生？起きて、起きてください。そうだから花なんて一緒に、確かに違うみやびちゃん見れるかもね。まあでも見せるかな、見せるかな、みんなに。こんばんは、イケイケギャルではないですよ。うん、こんばんは。いや違う、みやびちゃんはいい子ですよ。確かに食べたことないものがありそうだね。みやびちゃんってやる？やりたいね。色目の方もありがとう、ありがとう。花菜が引き出す。みやびちゃんの隠し座に。そうだね、みやびちゃんの前では結構なんかもうってなってるね。わかる、この気持ち。わかる、なんかもうなんか親目線みたいな感じで。ハートありがとう。あー、ハゾーもありがとうね。ハートありがとう。こんばんは、こんばんは。あのね、12期のみんなにね、なんか花なんて、なんか花なんて楽しの人が多いよねって言われたんだよね。どうみんな。花
なんてなんか花なんの配信しか見に来てないみたいな人多くないみたいな。バブちゃんズなんだ2人でバブちゃんズ。そうなんだ。そう、おやめせ楽しいじゃないですよね。そう、なんかなんていうの、その12期で花しか見てないよみたいな人多いよねって言われて、なんかそんなことないよって言われてるほら、ありがとうございます。なんかでも確かに私これ結構誇って言えるんですけど、なんかそのショールームとかした後の X ってその名前を検索したりするとポストしてる方がやっぱり多いんですよね。ありがとうございます本当に。そうだから少ない気がするって書いてある、少ない気するって書いてある、少ないかな。じゃあみんなの見間違いかな。あのなんかハナンってさみたいな、なんかアットマークお花組多くないみたいな言われたから、それ信じてたんですけど、そうでもない感じそうでもない感じ。まあいいんですけど、りょんかわいい、ありがとう。そう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 、そうなの、そうなの。あー DD が少ない、あーそういうことか。そう、なんかなんか花多分12期の中でショールームとかやった後のポストは一番してくれる方が多い気がする。消してる人いんの？お花組？よくないですね。アンケートしても多分みんな嘘ついて楽しいって言うもん。いいですよ全然。いや DJ でもいいんですよ全然、その別にいいんですよ、好きになってくれるだけありがたいですよ。けど普通にみんなから言われたから、あそうなんだって。あでもわかるよ、他の子の配信あんまり見ない、わかるよ。そのあれだからね、あのなんだっけ、待ってまだお手紙書いてない、タワーのごめんね。そうだからね、まあ、他の配信で見る、私も他の配信で見ることも、他の配信を見ることも多いけど、そう時間帯もあるのかな。あじゃあ私の楽しの人、楽しっていうか12期で一番好きだよみたいな人は少ないってことですかね。まあ少なくはないか、だってね、ありがとね。おくまちゃんありがとうございます、初音もありがとうございます。はやちゃんの配信楽しいですか。あでもそうありがとね、内科院行って見に来てくれるもんね。メモリ用で名前変えますよね。コメントの何ですか、何、ね、あーおおおお星ありがとうみんな大好きって言ってくれるんですね、ありがとうね。でも確かにその花の配信もやっぱり、あ、ミンド花の配信にシャラのファンの方がよく見に来てくれるのはある。多分シャラの話を花がするから。でシャラの配信も花のファンの人、お花組が結構来るって言ってた。誰もしかバレないようにあ、誰バレないように。いや別に、なんて言うんですか、毎回の配信見れなくても別に気持ちは変わらないですね。こんにちは、花なー。そう今日さ、サラのさ携帯がパッて見えたのね。ほらありがとう。サラの携帯がパッて見えて、画面が、録画面が、
で、え、なんか変わってるって思って、なんかその確かにココハン多いかもね。そう、なんかその本当になんか今までサラのロック画面って花の単体の写真だったの。なんか花が寝転がってる写真、なんかよくわかんない写真だったんだけど、なんか花が寝転がっててなんか赤ちゃんみたいみたいな写真をロック画面にしてたの、サラが。でなんか今日チラッと見たら変わってたので、え、変わってるって思って、え、待ってって思って確認したら、確認したらっていうか、え、ちょっと待ってって、なんか、え、なんか別の写真に変わってるって思って、ちょっと待ってって見たら、花とサラのツーショットの写真になってた。どうもありがとね。そう、ツーショットになってた。レベルが上がってた。まあ花もロック画面サラの単体の写真なの。そう、だからもともとサラと花二人の写真にしてたんだけど、まあ単体にしたんだよね。あのなんかさ、あのアイス、あの二人で焼肉食べに行った日にアイスも食べたんだけど、そうそう、だからサラのやつを見て、あの、あ、ハナもツーショットにしようかなと思って。でもさ、違うの、あのさ、ツーショットにするとさ、もしね、あの画面、そのこう電車の中とか乗ってる時にさ、あの画面を誰か見られてさ、え、この子、え、みたいなの分かりやすいじゃん。だからやめようかなって思ったんだけど、でもまあしようかなって。そう、そう、そわいなの。初見です、ありがとうね。誕生日の、そう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 、アイスとサラのこういう写真。あ、どうもありがとうございます。そう、サラと花の素敵なお話でした。サラ推しのみんなごめんね。アットマークサータンごめん。けど多分アットマークサータンつけてる人は花のことも好きな人は多いんじゃないですか。ハートありがとうね。あ、ハートじゃない、フォローありがとうね。会社でスマホ見せる。いや、そんなん、違う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 、なんていうの、あの、え、もしかしてこの子クラブと花ちゃんって、もしかしたらバレちゃうかもしれないじゃん。うん、イルミネーション見に行った写真になるかも。あ、そうしよう、花イルミネーション写真にしようかな。そう、なんか未公開の写真を知らない間にファンの人に見られてたとかいうことがあるかもしれないじゃないですか、もしかしたらね。あ、かわいいクマちゃんだ、ありがとうね。サラは、いや、ファンは多いですよ。ファンの方はたくさんいますよ。いや、花ちゃんは有名じゃないかもしれないです、有名じゃないかもしれないですけど、あの、念には念をってことです。星ありがとう。何？フォルム？あ、待って、見た、花がいなくなった時に話してたやつですか。花のフォルムが好きって、フォルムってどういうことですか。シルエットってことですか。初音もありがとうございます、初音もありがとうございます。そうそうそう、この子鈴木さーちゃんと知り合いなのって思われそうじゃん。そうなのよ。くまちゃんありがとう。そう、しかも私ちょっと前までそのなんかビブス着て、なんか普通になんか、そう、ビブス着て倉本花鈴木さーって書いてある写真を録画してたから、ちょっとね、花の体型の体型か、花の体型が好きに珍しいですね。珍しいね、そんな、そんな魅力的な体型をしてますかね。ふくらはぎ、花ちゃん支えてあげて、あ、言ってたね。そう、やっぱり強かった、本当に
でまだお披露目する前だったの。だからまあいいかなって思って、でもお披露目後もちょっとそれだったから、そうもありがとね、雪の化粧ありがとう、ただのことよろしく。性格はあーね、でも確かに、でもなんかサラはどんな性格にも合わせれると思うから一体的に、あそうなんだ、いやトナカイじゃないです、トナカイはちょっとまだ皆さんに見せる勇気が出なくて、トナカイはうん魅力的ですか、あなた仲良くなりたいメンバーですか、いるんですかね、嬉しいな。でもこんばんは、雪の化粧ありがとう、支えなきゃ、うん、そうサラはねどんなことも仲良くなれるからね、すごいと思う。まあ花が別に誰とでも仲良くなれないわけじゃないけど、サラの適応具合はすごいと思う、普通にいい子だからありがとうね。ああ期待してた、いやメールで送ろうかなって思ってんの、ブログはちょっとさなんか本当に恥ずかしいんだってハラのおばめ撮ってること言ってない、まあでもいいんじゃない、なんかサラの写真もよく出るし、ほらありがとう、二度目の方もありがとう、初音もありがとう、二度目の方もありがとう、ユニは出したく、なんかちょっと本当にあの私本当にな肌がすごく出てるのね、あ同じトナカイ来た子いるよいるよいるよ、なんか肌にしては本当に初めてあんなに肌が出る衣装着たの、だから恥ずかしくて、はもう映ってんのかな、わかんないな、そう勇気が出ない、そうそうそう、あれありがとう小判、ありがとう今日も可愛いね、えオフショルじゃないよ、全然普通にこういうやつ、あ違う12期だと花だけじゃない、フォローありがとう、うん好きって気持ちをアピールします、あとが違うトナカイでなの、オフショじゃないの、なオフショなのかな、こっから腕のやつもあった、そう着慣れてないの、なんか一番最後の撮影だったんだよね、だからまあ衣装はもう決められてて、えだからあれかもしれない、ハナが思っただけかも、露出が多いなって思っただけかもしれない、誰だったかな、あの見本みたいなのだと私が着た衣装を着てた人は森本さんかな、森本さんのなんかアームカバーみたいなのをつけたバージョンです、うん買った方がいいかも、そう布が別にそう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 、そう普段着ること、そうそうなのそうなの、まあショールームでやったらバンされそうって感じ、そうそうなんか、しかももう一人花と同じ衣装を着た子があの同期でね、あのココちゃんなのね、そんなんさスタイルいいやん普通に考えて、いや私ずんぐりむっくりやんけって、話せるぞやばい、やそうタコありがとう、いいよ全然ありがとね来てくれって、いやバンされるかなって思うくらいだってさ、言ったらだからさこういうやつなの、ここがないの、そうファンは本当にそんななんか身長とか高くないし、そう微妙ですね、元気ですありがとう初おまん、そうデコルテ丸出しなんです、でもデコルテって私そんなさ綺麗なデコルテしてないですよ、うん初おまんありがとう
そうなのよね。だからブログに載せるのはちょっと恥ずかしいんですよね。せめてメールって感じ。買った方がいいですね、やっぱり。そう、衣装同じです。楽しみにしてください。でも漏れてるかな。なんかさ、普通に制服の写真あんまりさ、まあでもよかったんですけど、嬉しいんですけど、うん、メールにする。メールに送ると思います。多分ブログには送、うん、出さないです。ほら、ありがとうございます。そう、12月の写真です。12期の X。 そんな X なんて、だってね、別にいいんですよ。可愛い衣装だったのでいいんですけどね。そう、可愛かったですよ。でもふわふわでフリフリで。こんばんは。いいのかな、出し惜しみしますか。スノードームありがとう。やっぱ可愛いよね、クリスマスギフト。なんかさ、この壇上がプレゼントになってるのもいいですよね。制服の頃売れてるのか分かんないけど、まあ、たくさんの人が気になってくれたら嬉しいですね。星ありがとう、星ありがとう。なんかさ、あるじゃん、生写真ってさ、ランダムとかだとさ、まあ、個別はさ、もちろん私も買ってたんだって、推しがいる時代。個別の生写真はもちろん買うじゃん。ランダムだとあのなんかさ、結構毎回この子は来てくれるみたいな子いるじゃないですか。そういう子のことが気になったりするじゃん。そういう感じで花のこと気になってくれる子方が増えたらいいですねって思ってます。くまちゃんありがとう。なんか上から吊るされるやつ。でも守り取っててよかったよ。スノードームありがとう、星ありがとう。ランダムも引いた？本当？めでとう。布教してくれるの？布教する？お願いします。ランダム分かる。花も得意じゃないの。ランダムね、なんか大体本当にそのグループを押し始めて、初めて買う生写真はめちゃめちゃ当たりがいいんですよ。だけど次から全然ダメになる。うん。わかる。ランダムね、難しいよね、押し引くの。私もだから怖くて毎回5くらいしか変えてないです。星ありがとう。豪華ってだって、あ、でもなんか会場とかに行くとさ、やっぱり会場限定になってくるからさ、もう15くらいは買っちゃうんですけど、結局3回くらい並び直してで、ランダムで引いて、あ、星は出なかったです。だってさ、本当に15、20とか買っても推しが出ないってどういうことですかって感じなんですけど、難しいですよね。はーい、握手券にして、あ、じゃあ会いに来てくれるんだね、ありがとう。推しが出ると嬉しい。そう、会場のはね、うん、ランダム15は結構ガチなんですよ、本当に。朝から並ぶんです。6時くらいに行って、9時からの物販なのに。あ、取れ禁止ね。まあそりゃそうだよね。どうもありがとうございます。まあ自分の運命、自分に導かれて切ってくれた生写真は大切にしましょう。何これは、何、各自己ドン、どういう意味ですか、ね、確かに個別はね、個別買ってください。皆さん買うのであれば確実に花なので。トーク会派、まあ確かにそれもありますよね。明日暇なんだけど、明日暇なのいいな。ぷっぱこんばんは、こんにちは、花なん、発音もありがとうございます。こんばんは、こんにちは、花なん。まあね、ランダムは難しいですよね。でもよく言いますよね、会場にブルーシート引いて交換してる方。
小部さんに手で楽しみにしててください。ちこ姉さん兄さん、どういうことですか。あ、ブログ来たって。みんな次回は握手会だけ。え、どうなんだろう。握手したいね。ハートありがとう。2度目の方もありがとう。初音もありがとう。イエーイ。まあそうだね、まあ9時も難しいよね。いや難しいよ。でもぜひゲットしてほしいですね、壁紙とかね。そうそうそう、自分消したら運命感じますよね。読んできてください、ブログ。雪や消しありがとう。ブログ可愛かった。壁紙、まあそうだよね。ハートありがとう。うん、ブログ読んでぜひ。紅葉綺麗だった。そうだよね、紅葉綺麗だったよ。本当にいつもと背景が違う。最近はここら辺、ここです。カナンとお話ししたいけど緊張して絶対に話せない。話せるよ。誰もありがとう。そう、短パンですね。この間は寒かった。ふくらはぎなかったです。そう、あれはね、お友達と4人組で行ったんですよ、大学のお友達と。ありがとう、スタイルいいって言ってくれてありがとうね。こんにちは、なん、初音もありがとう。そう、初音もありがとうね。こちらこそ読んでくれてありがとうね。そう、なんかね、なんかその友達、まあ、みんな花のこと、花がアイドルのことを知ってるから、なんか写真ちょっと撮ってほしいかもって言ったら、いいよいいよみたいな感じで、あ、かわいい、花かわいい、花が世界で一番かわいいって言ってくれながら写真撮ってくれました。結婚していいよ、タバ吐くよ。2枚目の写真待ち受け候補。ほんと？雪芋は2つ入ってたからお友達と食べました。かわいい写真。そう、講義の出席、いや、してくれることはない。別に頼まないですね、それは。自分で出て休むときは休むので。そう、花気になってる？嬉しい。ブログめっちゃいいですか？初音もありがとうね、いっぱい。赤服いいな。そうそうそう、カメラマン、こんばんは、キュンラブリー。友達めが、そう、今日もう終わったね。そう、友達もめっちゃ可愛いよ。なんか、そう、花のこと、なんか花のショールームもよく見に来てくれるし、なんか本当に、なんか、なんだったかな、もう花が一番可愛いっていつも言ってくれる。花が一番可愛い、もうずっとカメラマンさせてって。うん、そう、欠席理由とか出さないかも。大学からの友達と、いや、4人でいるんだけど、1人はずっと幼稚園の頃からのお友達かな。フォローありがとうございます。初音もありがとう。で、2人は大学からの友達。初音もありがとうね。そう。で、なんか、もう本当にとっても楽しいんです。一緒にいると。もうなんかね、そう、本当にとっても楽しい。いいお友達ですよ、本当に。今日も可愛いね。ありがとう。そうそう、幼稚園からお友達なんですよね。あ、違う、この間の家に来たか、別の幼稚園からのお友達ですね。お部屋に来た子は別です。初音もありがとう。雪の騎士ありがとう。お部屋に来た子はコハピ、コハピは別ですね。高校から、高校の友達さ、みんな県外行っちゃって、みんなっていうか仲良かった子県外行っちゃって、
そんな会えないんですよね。しかも高校辞めてるから、あの通信に通ったからね、その普通科のところ辞めちゃったから、普通科っていうかなんていうの、前立腺辞めちゃったから、あのそこで一気にいろんな友達との縁が切れましたね。やっぱりこんばんは、本当に仲良くする子しか残らなかった。幼稚園からの複数の友達、そうだね、でも幼稚園が仲良かったんだよね結構。うん、高校の同級生ね、好きな握手会場、ええー、そうなんだ、そうそうそう、は幼稚園の子はね結構仲いいんだよね。そう全然違う、そう髪型違うだけで結構違うね。そうそうそう、花は結構ね、あと私さ小学校の友達っていうのが少ないんだって。少ないっていうか、そのなんかやっぱりマレーシアに住んでたから、小学校の頃の友達が近くにいないんだよね。うん、でも別に中学の友達も部活の友達ばっか、でその部活が幼稚園の子が多かったんだよね。あ、どうもありがとうございます。そう幼稚園ね、そう海外行ってたから、海外の時のお友達と今度27日に会うって約束してるんですけど、こんな日にちまで行っちゃったけど、幼稚園は岐阜です。こんにちはなな、初見さんありがとうございます。初音もありがとう。日本では6年生だけ、そうで、その時に幼稚園の頃の子と仲良くしてもらった。マレーシアにはお友達は今はいないよ、みんな日本に帰ってきてる。雪の結晶ありがとう。そう友達多くはないと思うよ、だって別にその私遊びに行かないもん。雪の結晶ありがとう。ハズオもありがとう。全員と、わかんない、友達がどの手どこ、友達なんか見てるよって言ってくれてる子はわかるんだけど、わかんない。ハナの歌声好きです、ありがとう。それで見に来てくれたの、ありがとうね。16日にさカラオケ配信するからぜひ見に来てね。日本人学校だった、そう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 。よく花のこと覚えててくれたね。あのね、毎年日本に夏休みに帰ってきてたんですよね。だからその時に一緒にお祭り行ったりしてたの。その時その時で友達できたの。いやでも花やっぱり人見知りだから話しかけるのはちょっと苦手ですね。ごめんなさい、めっちゃ豪快なくしゃみ。大学の友達か、配信見てる。中学の友達とかも見てるけど、うん、20時から決定です。結構決定だと思いますね。前にメールに載ってたクロニトデメムコは4人のうちの1人、あれは大学で撮ったやつですね。お、アヒルありがとう、かわいい、ありがとう。役者には可愛くないですよ。みんなどうだろう、どこに住んでる、ダメ出しされたりしないですね。ダメ出し、ダメ出しってどういうことですか。でもみんな花の泣き真似しますね、やっぱり花の友達はみんな。そう、俺もなるんですって言ってくる。I love you、 ありがとう。京都いいな。あ、9日ってメイドです。9日だっけ、10日じゃなかったっけ、9日だっけ。大学、あ、でも友達の相談とか受けて泣いたことはあるかもしれない。10日ですよね、そうですよね。観光いいな京都、あのもう京都行きたい。修
学旅行で行ったぶりですね、京都なんか。確かに配信見てない人だと花田の印象、うん、そうだと思うね。あーそうだね、うーん、そうだね。そのなんか4人のうちの1人の子は結構そのまあ辛い経験をしてて、そうです、辛いことがあったっていうのを話を聞いてて、そうです、 We are growing up が終わった後になりますね。ハナナに相談してもいいよ。じゃんじゃんじゃん。カツオもありがとうございます。今日最後にどうしようなー。ほらありがとうございます。ミアのハナナ見たかった。見たかったよね。花も出たかったな。何か発表あるのかな。何もないです。え、ごめんなさい。カラオケ配信なんですか。ユーニャンとココミンが京都行きたいって話してたの。いいね、あの二人かわいいよな。自主練は本当に疲れたですよ。なんか本当に花さ、オープニングアクト大丈夫かなって思ってて、カラオケ配信サータン今度またちゃんと確認してみますね。いやここだね、そうだね。いや本当になんかオープニングアクト本当にうん大丈夫かなっていう気持ちです。ちゃんと寝てます。そうだよね、みんなそうだよね。そうだから今週は練習に励まなければ。フォローありがとうございます。ポストしといた、ありがとう、ありがとう。そうだね、キュンキュンラブリー。そう、覚えることがたくさんですね、やっぱり。大丈夫かな。確かにミスしても次の日は、確かに。でもやっぱり来ていただいてる方には申し訳ないし、見てくれてる方にも、だからミスはしたくないですね。うん、ミスはしないです、したくない。確かに楽しいって気持ち関係、そうですね。頭はパンパンにならないですか。なってます。あー全ていけないんですね、うん、大丈夫、また会おう。フォローありがとうございますよ。確かに大丈夫すぎるって人いないですね。でもなんかやっぱりその今回のオープニングアクトって11期の方と一緒にやるじゃないですか。だからあんまり迷惑もかけたくない。そうですね、なんかやっぱり11期の方ができるのに12期が全然できてないって思われるのも嫌なの、嫌です。ほらありがとうございます。確かに、ぜひ沢田さんですか、仲良くなりたいです。違うんです、そのやっぱグループだからね、みんなでね合わせなきゃ難しいですよね。そうです、ジュイッキさんは本当にすごい。確かにやること言ってれば大丈夫だね。確かに立ち位置は覚えましたね。はい、フォローありがとうございます。サラさんフレンドリーですよね。そうじゃん、みんなどこのチームのに来るんですか。
確かに比べる必要はないですよ。分かってます。それは10期の活動って本当にすごいです。ファイト、ありがとう。頑張ってね、もありがとう。仕事ですか。みんなどこの公園に来る。優しいな。15日、 K2 ですね。13日、こんばんは。どういう順番でしたっけ。 S全部消す。全然大丈夫です、全然大丈夫です。そういう時もありますよ。オープニングアクト目当てで行く。ありがとうね、嬉しい。成長した花ちゃん。うん、頑張ります。 ESK2 ESK2 か。はい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 。ん？ん？ あー、忘れちゃった。あー、はい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 。フォローありがとうございます。初日そうですね、13日は初日ですね。わ、緊張するんですね。わ、ありがとう。黄色黄緑フリアにお願いしてくれるの、ありがとうね。うん、違う違う違う。なんか、うん、思い出した。かけるときにファイト、ありがとうね。泣きません、頑張るからね。どうもありがとうございます。やばい、12月になったばっかりだとさ、12月のカンガルーばっかり歌っちゃいそうになりますね。うん、大丈夫大丈夫、ちょうちょうちょう、うん、あ、見つけます。なんか泣かない泣かない泣かない、みんな泣かないよ。花は楽しみだね。でもフォローありがとうございます。なんかさ、やっぱ何回や行っても楽しみですよ。もしかしたら花と11期の方の絡みが見れるかもしれないし、花と同期の意外なことの絡みも見れるかもしれないしって感じですよね。もう何もわからないですけど。はぁ、泣いてほしい。ね、楽しみだね。台本慣れてると言っても一回しか聞いたことないよ。設営しただけだけ、そのなんていうんですか、設営ですよね。でもやばい、僕らの制服クリスマス好きですよ。クリスマスソングね、いいよね。ザゴスとかも好きですね。楽しみですよね。だって先輩との絡みなんてそんなに見れないじゃないですか、やっぱり。やばいですね、どうしような、緊張してきた。うん、リキさんの仲良くなりたいですね。よく泣いてたねってく来ますか、そういう時も。前説明できそうだね。裏側さ、え、どうなんだろう。でもさ、まだ10日ってもう10日後じゃない。だって私がカラオケ配信するって言ってるのが16日で、もうすぐだなって思ってたの。そうじゃん、髪の毛切らないと。ここら辺かな。
発音もありがとうございます。そうなのすぐなんだって。ハートありがとう。ハートじゃないフォローありがとう。確かに見たいね客席見たい。そう軽く走る時に終わってるのやばいよね。早っ。そうあのさなんだっけアーシャの写真壁写の写真と合わせなきゃいけないからここくらいまで切ってあと黒染めもしますね。どんくらいだここら辺結構な伸びたんですよ。3日間ライブした後でそのままの熱量で頑張りたいと思います。そう髪伸びたのよね。そうでもやっぱりさ研究生なので揃えなければダメなんですよ。そう黒染めもね だってもう茶色いじゃん。やばいよもうインナーしてたのがバレちゃう。切るのいつぐらい、でも入る前にちょっと切ったかも。黄色黄緑覚えてる。うん。ほらありがとうございます。ねちょっともったいないよね。そうそうなんだよ結構短いんだよね。ああしゃ。キャプズの頃の写真みたい。あメールで一回送ったことあるんですよね実は。実は。地毛ならいいんですけど私もインナーが茶色いんですよ。だからまあ多分ちょっと上の方は多分地毛なんですけどこれ中身が茶色なんですよね。黄色黄緑皆さんぜひお願いします。わ女性優先で入るんですね。見つけます振ってください。ぜひ黄色と黄緑オープニングアクトの時は発音もありがとうございます。インナー茶髪でしょそれな。だからかきれなとさかきれなもインナー入れてたからさなんか二人でそう染めなきゃなみたいな話してた。発音もいっぱいありがとうね。インナーね染めてなさすぎて変な色になってたんですよね最後の方。もうなんか青の色落ちみたいな。キンキンラブリー。確かに西井さんと色が似てますね。だけどお願いします。あのオープニングアクトの時はその色にしてほしいです。黄色と黄緑にしてほしいです。うん確かにパフォーマンスには集中は一番は集中します。で見つけたら見つけます。ほらありがとうございます。があるだけ幸せそう研究生の間はねちょっと髪の毛染めれないので私は基本的にいつもブルーブラックしかしてなかったんですけどね。緑黄緑そうだね。そう西井さんは緑黄緑ですね。楽しみだけど怖いな。怖いっていうか自分のパフォーマンスが怖いですね。発音もありがとうございます。そうだね髪の毛かけられてくるね。お結構いい感じの長さなんですけど。くまちゃんありがとう。クリスマスかわいい。何回も言うクリスマスかわいい。やっぱ背景もかわいい。そうだね覚えてもらいやすいね。あ雪だるまありがとう。ハゾもありがとう。みんな優しい目で見てくれるかな。フォローありがとうございます。確かに西井さんの日の方があ近いからですか色が。もう覚えました大号泣スペシャル。もういいんじゃない。どう
なんかさつきちゃんに言われたんだよ、みかんぜんはるちゃん泣いてるとこいっぱい映ってるけど恥ずかしくないのって、嫌じゃないのって言われたんですよ。うん、この子可愛いなって見つけてもらえたら嬉しいですね。そう、はなちゃん泣いてるところ映されるの嫌じゃないのって言われて、うーんってフォローありがとうございます。はなちゃんから見つけ、まあ、わかんないけど、そう、私ちょっと泣いてるところこの間映ったけどさ本当に嫌だったんだよって言ってた。かわいい。3日間とも泣くはないですよ。そうそうそう、フォローありがとうございます。回答は発表しちゃ、発表したよ。でも聞いてないか、一応メールでも送ります。そうそうそう、余裕あるかな、わかんないな。フォローありがとうございます。こんにちは、のなん、わかんないですね、まだステージ慣れをしてないので。あーしてくれました、ルカさん反応、メンバー、うん、岐阜だよみたいなこと言ってくれて嬉しかったですね。でもその時私本当になんか心臓バクバクみたいな感じちょっとパニクってて、言ってくださってるのは分かってたんですけど全然なんか反応できなくて本当に申し訳なかった。はい、オープニングアクト頑張ります。可愛いね、ありがとう、ハートありがとう、ハートありがとう、ほらありがとう、ハートありがとう、ハートありがとう。そう、ほらありがとうございます。そうです、さつきちゃん無邪気ですよ本当に、恥ずかしいって言って。そうだね、皆さん味方ですもんね。すがない瞳、僕は戸惑う。うちはもありがとうね、二度目の訪問とか初訪問ありがとうございます。SKB ファンは基本優しいですね、確かに優しい方多いですね。しかも花のファンの方は優しい方が特に多いです。あ、ゆあにゃん、ワクワクゆあにゃん配信が始まりましたか。お見送りはどうだろうね。僕の気持ちは変わらないよ。フォローありがとうございます。初ステージ見れなくて残念。また見れるよ、すぐ見れるように頑張るから。僕のこのドキドキがバレないように。通知来ました。ここちゃん推しひどいですね。あ、そういうことか。ここちゃんってどっちですか、ココナさんですか、それとも南沢ココちゃんですか。こんにちは、ななん、こんにちは、ななん、初訪問ありがとうございます、こんばんは。天使窓を描いた、ここでは何ですか、何ですか、劇場を休まないといけないから、ぜひ。そうそう、もうココちゃん本当に12期でもいっぱいいるし、ココナさんか、全然大丈夫です。うん、フォローありがとうございます。休んで見に行きます、本当ですか。そうそう、難しいですね、お見送りあるのかな、わからないですね。見て、今日お菓子、どうもいっぱいだ、ありがとうございます。
難しいですよね。劇場平日に見に来てくださる方本当にありがたいですね。うん、紅芋だって、アーモンドチョコレートサンドだって。はやなになってたの、やらかした。そう、晩ご飯なんかお昼ご飯食べれてなくて、夕方くらいに味噌煮込みうどん食べたんですよ。いや行ってきてない、これはお家にありました。これは花なんがいいです。でも初めての劇場公演は見に来てほしいな。花がもし劇場出るってなったらね。ありがとう。うん、自己紹介はまだしなかったけど、確かに今日一回も自己紹介してないですね。来てください、劇場デビュー。いや、花なんがいいです。見て、あとこれ白いブラックサンダー、雪の結晶ありがとう。何の公演のアンダー、全然そんな、あのその場を用意したい、いただけるというか出させていただけるならどこでも。あら、え、めっちゃ増えてる、本当に。北海道、これはねだいぶ前に行った、夏に行った。ほら、ありがとうございます。めっちゃ甘いけど、これ私大好きなの。アンダーも頑張りたいですね。くじ引き2024年です。うん、すごい、ありがとうございます。フォローしてくださった方61人になったんですね。でもなんか本当に75人になったんですか。どういうこと、どういうこと。え、あれ、ありがとうございます。なんかここ最近のすごいフォローしてくださる方が本当に多くて、本当にありがたい、ありがとうございます。なんかずっとやっぱり さ、あの一番下だったっていうのがあったからさ、ちょっと気にしすぎちゃってたんですよね。ありがとうございます、本当にありがとうございます。いつでも休むからありがとう。んでも無理はしないでね。狙い得ない、狙い得ない、どういうこと、どういうこと。増えました増えました。だってさ、ここ1ヶ月間くらいですごく、うん、そうかも。みんなで配信すると、確かに毎日配信してるからかな、どうなんだろう。でもやっぱりその毎日配信しててもなんかすごい、すごいなって思います。自分がなんか、あ、え、すごいすごい、え、ありがとうって思ってます。フォローありがとうございます。そう、アンダーテスト合格、そうですね、テストが大変ですね。歌ですか。うん、アンダーは難しい、確かに。未完全 TV、 確かに。うん、ハズオの方多いですよね最近。ありがとうございます、本当に。16日までに3000人、そんなことありますか。でもね、だいぶなんかその本当に
でびっくりしたのが、歌声ありがとうございます、その本当に一昨日とかそのくらいまで配信してなくても1日30人くらい増えてくれてて、なんかよくわからないんですけど、フォローありがとうございます。うん、どうもありがとうございます。そう、なんか気づいたら次配信やるときに見ると、そう、もうユーニャンタワーが立ったんですか。そうなの、そうそうそう、うん、なんか始めた頃、違う、本当にびっくりしてるんですよ。毎日だって多い時は本当に何もしてなくて100人の方が増えてくださることがあったんです。ほら、ありがとうございます。福岡してませんか。いや、でも本当にびっくりしてるんですよ。本当にしてないって信じてるんですけど、そうだけどね、やっぱりね、なんかこの盛り上がりとは何に反映してるんですか。うん、どんどん増えてくださってる、ありがとうございます。確かにね、やり方わかる、しないでください、大号泣スペシャルだから確かに X ね、ありがとうね、みんな。いや、もうなんかあれですよ、魅力に気づき始めてくる。コメントとギフトか、うん、そうなんだね。サラとかめっちゃすごくない、盛り上がり度、びっくりしちゃう。サラちゃん特に行かないよ。そうなんだ、独自の計算なんだ。未完全の涙、みんなやられてる。うん、うまい。ユニキさん初めてのコメント。確かにシャーのところコメントする人多いね。なんか一緒にやっててめっちゃ流れるの早っって思ってる。うん、ココミもすごいね。確かに確かに、未完全か、そうだね。なんで連絡が来る。すっぴんもいいの。これ本当に美味しい。うん、雪の計算ありがとう。サムのほぼ毎日、確かにほぼやってるね。うん、今度ももう鼻泣いてるからだと思うんですけどね。大体でも今日はね、目だけちょっとやってる。これめっちゃ甘いけどめっちゃ美味しい。泣き顔も笑顔も好き。確かに落ち着いて、そうだね、花がこういう感じだからみんなも落ち着いてるんだね。花の配信も結構時間の流れがゆっくりな気がする。可愛いから。ありがとう。どうもありがとうございます。
すっぴんの方が好きなの。抹茶のブラックサンド見たことないんだけど、味付く？まあでもね、そうだね、一人はそういう感じがいたらみんなが戻ってきやすいですよね。その、うん、気づくと時間経ってるけど、肌も多分話すのがゆっくりなのかな。デフォでふくらはぎと二の腕見せたら、トマトとレモン最近飲んでない、今日飲みます。顔と声が癒し系本当。でもね、ママにもね言われる、花は癒し系だねって。ゆっくり見えてちょうどいい、落ち着いて見れるこの時間帯。膝小僧見せるとより完璧です。膝小僧なんでですか？落ち着いてる感じがいい。そうだね、文字を大きくする方法に聞きました。こうやってやる、あれ違った、え、できなくなっちゃった、あれ、癒し系お姉さん。そう、多分さ、最初の配信とかで分かんなかったでしょ、花がお姉さんっぽいって。意外とお姉さんっぽいでしょ。みんなが多分最初に思ってた頃っていうか、最初に思ってた印象よりも多分だいぶ変わったと思いますね。結婚していいよ。メリークリスマス。クリスマスなの？もう今何なかった？結婚していいよ、いいよ、お姉さんになろっか。こんばんは、ハゾーもありがとうございます。そうだね、ド緊張してたね、本当に。子供っぽいですか？花キュンキュンラブリー。だいぶ落ち着いたの。よかった、落ち着いて。でも落ち着いた方が話しやすいですね、やっぱり。あーちゃんの時より、別にね、体重はそんな変わってないんだけど、顔は引き締まったってよく言われます。だいぶ変わったよね。うん、クリスマスバージョンになってるね、嬉しいね。そう、なんかエクボが出やすくなったなって思います。そうそうそう、最初の頃も好き、そうそうそう、両方返す。ありがとうね、嫉妬した本当。そう、なんか結構なんかこの横から見た時にほっぺがへこんで見えるようになってきたんですよ、少しね。大丈夫か、この子って思った。そうだよね、それは思うよね。そう、お返ししたらエクボが出やすくなった。弟くんの部屋より今のが落ち着く本当。まあでもさ、あの時はさ、めっちゃ事故がいっぱいあったよね。アーシャと何ですか、かわいい、フォローありがとうございます。そう、エクボがね、チャームポイントですね。ビガンローラーいっぱいしてないだから、そう、なんでだろうって思って。まあ普通になんか、うん、上に行ったらアーシャまんまだったけど、サイズ感小さくてかサイズ感な、うん、そうだね、身長はちっちゃいですね。ビアビアの子だと思った、今違う？ジャージあぐら、確かに今ね。でもジャージってジャージかな。事故も楽しかった。お決まりだったもんね。こんにちは、花なですね。そうね、いっぱい動いてるからだね。指入れちゃダメです。事故らないね。もうだって固定するやつ買ったもん。俺も見ると無理だって思う。未完全とか見てても思う、丸っこいなーって。チャラララチャラララタンニャララ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 ラやば。ココちゃんのさ、ブログ読んでからさ、なんか12月のカンガルーの時期ですねみたいなブログ読んでから、もうずっとそれが頭にある。
あ、どうもありがとうございます。なんで泣いてるの。2度目の訪問もありがとうございます。2度目の訪問ありがとうございます。未完全ね。まあまあいいじゃないですか。実際だ方が可愛いねってなるってことですね。何何行くて可愛いですか。来週の未完全 TV は涙涙の何ですか、お披露目。いや、お披露目は本当にやばいですね。あの映像流されるかな。本当にやばいと思いますね。そう、2度目まで訪問しただけでバレる。そうそうそう、2度目までわかるよ。あんなに何ですか、初訪問ありがとう。名前似てるね。星が多い。こんばんは。そう、でもね、いいの。完全版流れるか。そう、なんかやっぱり実際会った方が可愛いって言われる方が嬉しいじゃないですか。だからいいんです。オーディションの時泣いてないですよ。そうだ、いつか笑ってみる時が来ます。プクプクだったね、この時めっちゃ泣いてるって。他のメンバー行ったらバレますね。うん。待って、また星になってる。リズムついてハッとした。本当かわいい。そんなかわいい。ちょっと待って、やだ、みんなハードル上げないでよ。あ、どうしようどうしよう。本物だと思いながら見ると思います。記念配信とかで100流されると思う。全日制記念配信どういうこと、どういうこと。先日のサータン1回だけだわ。あー、このまま先輩とか言ってるのは、え、あの普通にあの閲覧側からは分からないよ。配信してる側からしか分からない。2度目の方もありがとうございます。そのままでいます。スキーには箱押しという文化があったら、箱押しでも全然嬉しいですね。あ、ちっちゃくて可愛い。ちっちゃいですね。ショールームの 1.3 倍めっちゃ微妙。ちっちゃくて可愛い。確かに身長はちっちゃいね。初訪問ありがとうございます。初訪問ありがとうございます。動きも可愛かった。むずいな。 1.3 倍にまあまあ誤差ですよ。こんにちは。身長は156です。だよね。うん、みやびちゃんよりちっちゃくない。でもそんなに変わんないかも。なんか同期の子によく言われますね。あの、なんだったっけあれって言われる。なんかすごいね、中二と一緒にいても大差ない、第一って言われる。中、あ、じゃあ中一と一緒にいても全然違和感ないよ、大学生なのにって言われる。顔も想像以上に。本当にいいね。サダンサイデンなんかカラオケじゃなくて歌ってって言われたらね。確かにバタバタ動いてたね。可愛いし話も楽しいし、次の曲はぜひ学習しましょう。ぜな、中学生はまだ成長期ですからね。こんばんは。そう、大学生なんだけど違和感ないよってユーニャに言われた、この間。あ、もう9時半じゃん。結構1時間半もやってたんですね。気づかなかった。
コンサートで発表？何の発表？一番小さくなる日はないですね。ユアニャンが一番小さいです多分。そうでしょ、綺麗なお姉さんになってきたでしょそう、グループトーク相方2人とも JC だった。そうだよ、すぐ X と何、ありがとうくまちゃん。あ、シングル、え、どうなんだろう、楽しみですね。え、どうなんだろうね、わかんないね。そうじゃん、朝の7時半フロリダ、やばいですね。フロリダだった、お姉さんは違う。そう、ユアニャンには抜かれないです。ユアニャンの真似できる、言ってることの真似。いえ、私はあの みかんの剥き方ね。私はよく猫に似てるって言われるので、ユアニャンなぞうもありがとうございます。猫が好きなのとよく猫に似てるって言われるので、ユアニャンでそれで発表。え、どうなんだろう。はぞうもありがとうございます。水目の花なにコーヒー、コーヒー乾杯面白いよね。リハではねこうやってやってた。じゃ似てないかもしれない似てないよ、なんか言ってることを言っただけ花にゃんでも違和感ない。花にゃん、花にゃん、花にゃんはどうですかね。たまにでいいかな。ディスってはないですよ、ただちょっと面白い、可愛くて面白い、かわやってでゆあにゃんはね普通に話せるんだけど、あの自己紹介名前言う時だけあれになるの。そう、姫帰りますって言っとったね昨日。ゆあちゃん、はにゃにゃん、はななん、こだわり、そう、はななんが好きです。そう、姫帰りますって言ってたねすごいよね、ゆあちゃん姫っぽいですね。でも12期全員のものはねできないよ。ゆあにゃんはねふわふわしてるね、なんか。え、でもねギャルっぽいですね。2度目の訪問ありがとうございます。そう、姫帰りますって言ってた、言って帰ってた。おもろいですね。じゃあそれあんなに可愛いんだから自分で姫って言っても大丈夫なの。うん、そうそうそう、あんな感じで、え、ユアタン推しですかとか言ってたけど、ギャル好きなんだ。そうなんだ、雪の化粧ありがとう。ギャル好きなのに花好きって結構さ珍しくない？あんまりた、そう、あんまり食べ、あれ撮ってない姫は花ちゃん、ほんと陽気というか根っから明るいですね先輩の。え、わからないです。あ、洗濯物干してきたの？え、この時間に大丈夫？風邪ひかないでね。フォローありがとうございます。ハートありがとう。そう、姫帰りますって言ってた。すごいよ、とっさにあんの言葉は出てこないですもん。私は引き出しがすごい、頭の中の言葉の。こんにちは、花2度目の方もありがとうございます。ハートもありがとう。さあ、もう1時間半やったしちょっと終わりましょうかね。こんばんは、ハートありがとう。ちょっとダンスもやらなきゃいけないので、ということで2度目の方もありがとうございます。うん、普段から言ってるの、え、どうなんだろうね。でも引き出しがすごいです、頭の中のワードの、ワードセンスが。はい、そうです、明日もそうです。今からちょっとお家でダンスしようかなと思ってますね。サラハになった瞬間空気あ、うん、わかるよ、練習頑張るよ。ってことで、男女を見たいと思います。
13位は、お、焼き芋食べてるやつです、ありがとう。12位、ギャル猫、ギャル猫にしよう、これちょっとなんか言い方がいつも定まらないですよね、ギャル猫ありがとう。12位、テニスボール、違う、11位テニスボールありがとう。10位メロンパイヌありがとう。9位、これはなんて呼びます、いつも呼び方が定まらないです、アイドルにしますか、ピンクアイドルありがとう。8位、カニラスカルありがとう。7位、緑の押し打ちはありがとう。6位、かわいいクロミちゃんありがとう。5位、アマビエありがとう。4位、パンダありがとう。3位、パンダありがとう。パンダも呼び名変えた方がいい。2位、猫耳小判ありがとう。1位、キャムヒヨコありがとう。皆さん今日も配信見てくださってありがとうございました。またメール送りますのでお待ちください。それでは皆さんお疲れ様でした。今日も見てくれてありがとう、みんなありがとう、来てくれて、そしていつもあの花のことを布教してくれたり、ポストしてくれたり、メールの返信してくれたり、ありがとう。そして今日ぜひブログが上がってるのでブログ読んでください。あ、ちょっと私ちょっと最後に自己紹介だけします。よいしょ。あ、SKE48 12期研究生の倉本花です。岐阜県出身の大学1年生19歳です。ニックネームは花なんです。サイネームカラーは黄色と黄緑色です。ハッシュタグは花に話したいっていうハッシュタグでやってます。そうですね、12月16日に2時間のカラオケ配信と12月10日に猫耳メイドのコスプレ配信をします。なのでぜひ今日初訪問で来てくれた方とか、よければこの配信も見に来てほしいので、ぜひフォローして通知取っていただけたら嬉しいです。あと花のファンの方のお名前がお花組というので、皆さんぜひお花組になってください。よろしくお願いします。ぜひフォローお願いします。ありがとうございました。今日の配信ここまでです。じゃあねみんな、ありがとう。またねまた次配信いつかわからないけど、またな、バイバイ、ありがとう。日曜日、明日からも頑張ろうね、バイバーイ。